この宣言に込めた思いをお聞きください。今月で認知症と診断されて15年目になる佐藤正彦ですけれど、私は自分自身がとらわれている常識、認知症になると何もできなくなる、何もわからない、この偏見をなくしたいと思っております。それで私は今は臨床美術で絵を描いたり、あとはピアノを習ったり、山の幸染めというのをやって人生を楽しくやっていますので、今まででは認知症の人は何もできないと思われてきたんですが、そうではなくて、これから人生を楽しむ、これから認知症になって長い人生をが続くなので、その人生を楽しみたいと思っております。以上です。神谷さんどうぞ。これはさっきのあれあ、ここにあるんだけど、ああこっちにあるんですか、はい。神谷勤といいます。私は、都営団地っていうところがあって、まあ、300世帯ぐらいの場所に暮らしています。もう誰でも優しい地域づくりっていうことをしています。認知症の人もから高齢者の人も、それから障害者の人も、みんなが仲良く助け合っていけるのが一番いいなって思っています。そんなもんです。私は言いたいことは、佐藤さんも言ってるように、偏見をなくす活動を今はしています。皆さんも考えていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。みんなそれぞれ思いがあって、でこの文章を作るのもそのいろいろこうどういう文だったら伝わるかなっていうことを一生懸命考えながら作っていきました。でこの宣言が一人でも多くの方に届いて、自分も希望を持って暮らしていこう、より良い社会を一緒に作っていこうという人の輪が広がって、誰もが認知症とともに希望を持って暮らせる社会を認知症の本人と一緒に築いていく新たなスタートにしていきたいと考えています。ですのでこれは私たち、ここにいる私たち、今生きている認知症の本人である私たちの宣言というものではなくって、これからなる方たちにもこれを伝えていくことが大切だと考えていますので、私たちの経験をもとにしたこの宣言が広がっていくように、希望のリレープロジェクトを展開していきたいと思っています。でホチキスで留めてある2ページ目を見てください。2ページ目のところに、認知症とともに生きる希望宣言の展開っていう図があります。これは認知症とともに生きる希望宣言発表に至る経過と、これから展開していく希望のリレープロジェクトについて示したものです。今回の希望宣言は突然生まれたものではありません。すでに10年以上前から私たちよりも一歩先に認知症になった方たちが声を上げ始め、その声を上げ始めた人たちが少しずつ全国に増えて、そしてまたつながって、2014年に国内初の認知症の本人の当事者組織として日本認知症ワーキンググループが結成いたしました。でワーキンググループとして私たちは2014年に厚生労働省に本人が希望と尊厳を持って暮らせる社会にと提案をし、2015年の新オレンジプランの中に反映されてきた経緯があります。その後本人による発信や活動が各地に広がり、
より私たち本人による活動を全国各地に広げていくために、2017年に日本認知症本人ワーキンググループ と名称を変え、一般社団法人にしました。活動を通じて希望を持って暮らし、発信や自ら活動する本人が全国的に広がってきていることを実感し、大変嬉しく心強く感じています。一方で、認知症の人は何もわからないとか、なったらおしまいだといった偏見がまだまだ根強く、よりよく暮らすことができずに苦しんでいる人たちが本当にたくさんいて残念でなりません。また、どの地域で暮らしているのか、地域によって希望を持って暮らせるかどうか、地域格差も大きいことも私たちには切実な問題です。こうした現状を変えていくために、もうそんな時代ではない、希望を持って暮らせる時代になってきているんだ、私たち自身が自分たちの体験をもとに認知症とともに希望を持って生きていくという覚悟も含めて宣言をしようということになって、みんなの声を寄せ合って生まれたのがこの宣言です。宣言をしたらおしまいというのではなく、今日を誰でも希望を持って暮らせる社会を一緒に築いていく新たなスタートの日にしたいと思います。これから私たちは希望のリレープロジェクトを展開していく予定です。まず一つは、赤字にあるように全国各地に暮らす認知症の本人に宣言を届け、希望を持って暮らしていく人を一人でも多く増やしていきたいと思います。また2つ目、全国の自治体や地域、多様な領域の人たちに宣言を届け、本人の思いや希望に共感賛同してくれる人、そして一緒に活動していく人、その輪を広げていきます。下の図にあるように、さまざまな領域の人たちにこの宣言をぜひ知っていただき、一緒に希望を持って暮らせる社会を作っていっていただきたいと思っています。今日はその初めの一歩として、マスコミの皆様にこの宣言をお聞きいただきました。どのような感想を持たれたでしょうか。マスコミの方々のお力は非常に大きいと日頃から痛感しています。皆様自身が認知症になっても希望を持って生きていける時代になってきたんだということを知っていただき、全国各地にそうしたこれからの方向性をしっかりと伝えていっていただきたいと願っています。今、基本認知症に関わる基本法成立に向けた動きが活発になっていますが、基本法がこの宣言にあるように、私たちや次に続く多くの人たちが真に希望を感じながら暮らせる社会を築く導きのものになってほしいと願っているからです。また、基本法を制定する過程で、私たち抜きではなく本人の声をしっかりと聞いて、声が反映された法律になってほしいと願っています。報道関係者の皆様、誰もが認知症とともに希望を持って暮らせる社会に向けた私たちの取り組みにご理解と ご協力をどうぞよろしくお願いします。ここからは皆様のご質問にお答えしたいと思います。希望のリレープロジェクトについて、具体的にどういった動き方をするのかというイメージを伺いますでしょうか。いろんな、そのこれまでワーキンググループの中でも関わりのあった方たちとかには、この宣言を配布しております。はい、でこれからもどんどんこう広げていきたいと思ってますし、神谷さんとかはもう団地の
方たちにも、うん、早速今日がスタートの日ですので、団地でね、いろいろやっておられるんですよね。そうですね、はい、団地でも私の団地のところはさっき言った通り300世帯ですけど、その300世帯の中でも 50% を超える人たちなんですよね。まあ、今はもう限界集落とかって言われるような状態になってるんだけど、もうやっぱり障害を持ってる人はもうたくさんいるんですよね。もう数々もう、もうその障害を持っている人たち、ただその障害を持っている人たちとね、私たちがどういうふうに自分も認証になってるし、だけど認証でない人だけど、ま、それもやっぱ支えてくれる人たちもいるしね、それからその障害を持ってる人たちにもやっぱり声をかけてくれたいだとかいっぱいあるんだよね。やっぱりそういうやっぱり社会ができるっていうのはやっぱり僕はやっぱり夢だと思ってるんだけど、今はだけどすごく今皆さん分かってきてくれて、もう今はもう必ず言われちゃうというか、もう私神谷ですけど、神谷さん今日はどうですか、体調どうですかとかね、みんな声かけてくれるような人もやっぱり来てるのね。やっぱりそういう風になっていって、やっぱり一緒になってやっぱり考えていける、一緒に支えてくれるって、やっぱりそういうことがやっぱりできればね、できればっていうか、そういう風になっているようにやっぱり今思ってるんでね、今すごく幸せですよ、はい。このようにワーキンググループ の本人のメンバーたちはいろいろそれぞれが各地域でね、活動を起こしてるんですよね。なのでその中で講演活動であったり、自治体でのね活動であったり、自分が関わる人たちにもどんどんこれをね広げていこうとしています。はい、はい、ですから認知症は今までの認識では困った人、面倒をかける人というんですけど、これからは認知症は困難の中にあって苦しんでいる人、そう捉えていただくとありがたいなと思います。ですから皆さんのご協力で、今日はどこへ行くんですかと優しい言葉をかけていただいて、皆さん共同で助け合う社会を作っていきたいと思っております。ね、当たり前の一人の人として生きていくということを、私たち自身もこの希望の宣言を広げていくっていうことによって知っていただけるかなと思います。はい、少しずつね、いろんなたくさんの方たち の意見を聞きながら、長くね続けて、リレーを続けていきたいと思っています。はい、行政の施策に、反映させてほしいと思います。そうですね、具体的なものを、やっぱりその先ほどもあった基本法に関することであったりとか、各ね行政機関、各地域での認知症に関わる取り組みを展開してくださっていると思うんですけれども、それがその誰のために何のためにっていうところを、やっぱりこの本人たちがこういう宣言を出したということで、そこの本人たちが一人の人としてこう生きていくんだという緊張があっても、生きていく覚悟を決めて進んでいる、そこが、ね、切り開いていけないような取り組みであったら、ちょっと見直しがいるんではないかっていうふうに、ちょっとこう思い直してほしいとかね、見直しが進むとか、そういうことになっていくと大変嬉しいですね。はい、ですから認知症の人は判断力も残されてる人もいるし、いろいろ十歩してあげられなくて、人口の数だけ認知症の人がいる、そういうふうに認知症当事者が自由に尊厳を持って生きれるように、認知症の人でも ああいう生き方ができるなというように、認知症の人の権利を守る、そういう認知症の人基本法を策定するのに皆さんのご意見を伺って、民主主義ですから、いろんな方からの意見をいただいて、認知症の人がよりよく苦すために、認知症対策ではないんですよね、対策というとなんか悪いものをやっつけるというような意味合いが強いんですけど、そうではなくて、認知症の人が
基本的人権が守られて、そこに豊かな暮らしができるような法律にしていきたいなと、そういうふうに考えております。私たちにできることは、自分たちがこうやってこういうふうに生きるんだということを宣言していくことはしっかりできます。その法律をね、じゃああなたたち作りなさいって言われても私たちはちょっと難しいので、やっぱりそれをその参考というか、そこを起点としてあのいろんなことが進むと本当に嬉しいです。よろしくお願いします。あの共鳴党の法案はなんかあの施策推進っていうような名前がついてるかと思うんですけど、あの先ほどから皆さんおっしゃってるように、やっぱそのご本人たちをがあの起点であると、どうしても施策を推進するっていうのはちょっとなんとなくこう起点が違うんじゃないかなというふうに私は感じてるんですけど、皆様はどういうふうに。あのまだそのできていく過程の中でその確認がきちっとできているわけではないので、どうっては言えないですけれども、まあ、その行政の方たちが考えるとすれば、やっぱり施策ということになってしまうのかなとは思うんですけれども、その中身がその誰のために施策を作っているんだろうかなっていうことを、それがそのあの佐藤さんが言われているように、対策の対象として私たちのことを見て施策をあの作り出すんではなくって、私たちが一人の人としてこう生きていくことを後押しするような、生きやすいような、そういう施策を作るという、そういうものであればいいなと思いますけど、まだ出来上がってないと思いますので、まあ、この度あのこれから持って行ったりするし、また少しあのこういうものを作ったということをお見せすると、また少し見直ししていただいたりができたらいいなと。その私たちがアクションを起こすこと、それはできますので、あの諦めずに続けたいと思います。はい。今日はあの私たちの希望の宣言をあの聞いてくださり、また広めようとしてくださって、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。あのこれをそのやっぱりここでおしまいではなくって、ぜひ皆さんと一緒にあの広げていって、行動に移していくということを一緒にしたいと思います。あのホームページ、あのワーキンググループのホームページの方にもまたあのこれを載せていきますので、ぜひあの見てくださると嬉しいです。どうもありがとうございました。